さあ、これから、千代の行くところ、これで今年の地方プロモーション、はい、でも、自分はどっちでも関係ないです。あ、僕も同じです。どっちでも本当関係ない、まあ、どっちでもファンの皆さんがたくさん待っているし、本当関係ないのよ、はい、本当に関係ない。中々関係あるじゃん。まずこれは福岡と名古屋じゃないですか。その2つの中でどこかなっていう、その選びなんですけれども、じゃあ選びます、はい、あ、僕は正直言えば、ちょっと待ってどこでもいいです。一緒に。あ、やっぱりこれやって僕は待っていて最後のやつを選びます。大丈夫だって言ったじゃん。あー、なんかこれ福岡さんに。あ、そうですか。福岡さんに。まあ、じゃあ、関係ないけど、1、2、3、数字、あれ、おめでとうって、おめでとう、福岡だ、俺、僕、できない、どこなの、いや、後ろに書いてある、福岡、名古屋、また名古屋か、これまたお二人同じ、これじゃないか、僕だけ。入った感じじゃないですか、チャンミンとユチョンが。そうですね、去年も。いやー、これ珍しい。偶然だ。いやー、ほんで偶然。いいねじゃあもう決まりました。いや、じゃあ味噌ラーメン食べようか。じゃあ行ってきます。今の、札幌と広島の行き先も決めたいと思います。じゃあ僕はこれ。いや、ちょっと待って。なんだよ、僕はないじゃん。わかんない、なんだよ、お前。じゃあ、これを持って。おやー。じゃあ、行きますねー。僕、薄じゃないっすよ。見てない、まだ見てない。オッケー、じゃあ、1、2、3。たたたた。札幌。あー、札幌。じゃあ、わあ。いいね。あ、広島大丈夫。チャミとはやりたくねえよ。コングラチュレーション、コングラチュレーション、レーション、レーション。あ、広い。すぐ行きましょう。今日行きましょう。今に行って、その風景、本当に綺麗な風景と。じゃあ名古屋、札幌に行って、じゃあカニ、カニ。僕は広島お好み焼き。今回も千代に行ってメンバー兄さんで分けてプロモーションに行きますけど。皆さんがいるところに早く、より早く行きますので、また行ってください。はい。